こんにちは、デリッシュキッチンです。 QBB の提供でチーズおつまみレシピ2000をご紹介します。磯辺チーズナゲットを作ります。長芋 150g はポリ袋に入れて麺棒で細かくなるまで叩きます。鶏ひき肉、塩、青のり、片栗粉を加えて粘りが出るまで揉み込みましょう。袋の端を切ります。フライパンにサラダ油大さじ2を入れて肉だねを12等分に絞り出しましょう。 QBB ベビーチーズ4個を用意します。ベビーチーズといえば QBB、 変わらない美味しさの定番チーズ。ベビーチーズを3等分に折りましょう。埋め込みます。中火に熱し、肉に火が通るまで4分ほど焼いたら完成です。続いてチーズおつまみをもう一品、さつまいものアーモンドチーズ芋餅を作ります。さつまいも 150g は1センチ幅に切って皮をむき、水にさらして水気を軽く切ります。耐熱容器に入れてふんわりとラップをし、600ワットのレンジで4分加熱して水気を切りましょう。熱いうちに潰します。砂糖、塩、牛乳、片栗粉を加えて滑らかになるまで混ぜます。ベーコンの細切り2枚分を加えて混ぜ、粗熱を取りましょう。種の4分の1量を手で平らに広げます。 QBB アーモンド入りベビーチーズ4個を用意しましょう。つぶつぶ食感がやみつきになるベビーチーズ、1個のせ包みながら形を整えます。同様に計4個作りましょう。フライパンにサラダ油大さじ2分の1を入れて中火で熱し、種を並べ両面に焼き色がつくまで4分ほど上下を返しながら焼きます。有塩バター 10g を加え、溶かしながら全体に絡めたら、ついつい手が伸びるチーズおつまみレシピ2品の完成です。選べる美味しさ QBB ベビーチーズ。以上デリッシュキッチンでした。